後はだんだんと天気回復、今日は日差しが戻ります。ではまずは現在の関東の天気見ていきましょう。6時10分現在、関東地方まだ各地雲が広がっております。一部弱い雨が降っているところがあります。ではこの後の天気の予想を見ていきましょう。関東はだんだんと低気圧が離れていきますので、西から日差しの届くエリアが広がります。午後は広く日差しが届きます。一旦日差しが届くと天気が崩れるところはない見込みです。ではアイコンでも見ていきましょう。関東各地曇りのち晴れのアイコンとなっております。徐々に日差しの届くエリアが広がります。昨日はすっきりしない空で一日寒い体感となりましたが、今日は昨日と比べると気温が上がり、日向では日差しのぬくもりを感じることができそうです。日差しが届くと洗濯物の外干しもバッチリできそうです。日差しを有効にご活用ください。今日この後の関東のお天気をお伝えしていきました。